やった！タイタンを吹き飛ばしてタルタロスの穴に落としてやったぞ。勝った。あたしたち、勝ったの？そうだとも！私たちの勝利だ！やった！雷帝の槍のバッテリー残量が低下しています。残り 10% です。充電ステーションに設置してください。一回使うと、もうローバッテリーになるのね。燃費が悪いこと。あれだけ強烈な一撃を放つんだ。それも致し方なしさ。この先、どこで充電できるかわからない。ここでしっかりチャージしておかなくちゃ。おや、タイマーが表示されたね。これは残りの充電時間か。もう急いでるのに。しかし先ほどのタイタンへの一撃、手応えが浅かった。あの一撃で仕留められたとは思えない。ええ、私もそう考えていたところよ。ステュークスのスタッフが言っていたように、雷帝の槍なしにはタイタンに太刀打ちできない。充電時間を待つのはもどかしいけど、この槍なしに先に進むのは危険すぎる。私たちも今までの戦いで消耗しているし、充電が終わるまでここで休憩を取りましょう。トランシーバーで他のチームがどこまで移動しているのかの確認も取っておきたいね。今の音は何？まさか他のファントムが近くに。僕のお腹の音です。はあ？なんて音？信じられない。またタイタンが襲ってきたのかと思ったわよ。すいません。何よ、3人ともニヤニヤして。なんでもないよ。ビルはやっぱりビルだなと思っただけさ。どうやらこの格納庫には食料も保存してあるようだ。拝借してエペル君のお腹のタイタンを沈めようじゃないか。